が発売されるということで、そうですね、これ川田隆翔さんのね、はい、狼の牙折れ、史上最大の爆破テロに挑んだ、警視庁公安部ということで、はい、これ、確か小学館でしたっけ。で10年ほど前にこれ出た本で、私もね非常に面白くお話ししていただきましたが、その復刻版というか、まあ、文庫文庫化ですね。そうですね、それに合わせてあの解説をつけようということで、あの幸いのことに加藤さんご本人からね、あの指名していただきまして、で本の解説を書かせていただくという、非常に恵まれた機会だったですね。でこれテーマになってるのが、だから1974年8月30日、ちょうどね50年前なんですよ、あの東京丸の内に三菱重工、今もありますけれど、その本社ビルが爆破される、すごいでかいあの、テロ事件があったんですけれども、それについてのどうやって警視庁公安部がですね、犯人グループを追い詰めていったのか、でまたそれを、まあ、産経新聞はね、世紀の大スクープするわけですけどもね、まあ、そういったものがねこう克明に描かれてるんですよね、加藤さんのあの筆致でね。すごさん最終版でしたっけ、あの警視総監とその産経のね、ああそうですね、このせめぎ合いというか、こうギリギリで、警察としてはあんまり邪魔してほしくないっていうのはもちろんあるでしょうし、まあ犯人逃げちゃうだろうっていう話でね、で産経としては、まあ、ジャーナリズムですよね、まさに。そうですね、知ってて書かないっていう手はないんでね、だからギリギリまで待つわけですから、まあ、その編集幹部が当てるわけですよね、警視総監にですね、で凄まれて待ったおかけられたりするんですけれども、それでもここで筆を折るわけにいかないなんて言ってね、実際問題それで打つわけですけどね、まあ、実名を匿名にするとかいろんな、まあちょっと情報もしながら、で一方で新聞記者カメラマンの小野さんなんていうのは名物カメラマンいたんですけれども、まあ、この大道寺の逮捕の時とかね、肉薄してそのスクープ写真をものにするんですけどね、これは夜中からずっとその犯人グループのアジトに行く公安捜査員の車を追跡する、尾行するっていうね、これね本当にね現実は小説よりきなりでね、非常に面白い、描写で、実際問題そうだったんですけどね、私も社内にいたからね、ずっとそういう話は聞いてましたけどね、私が思い出すのがあれですわ、それこそ、その折衷案というか、その警視庁から、その犯人が、その潜伏するそのアジトの、その最寄り駅のキオスクではこう新聞をね、そうですね、置かないとか、ね、そうそういう手配もしたりしたんですよね、目に触れないようにね、今日逮捕かみたいなのがね、出てるわけですよね。だちょうど今年の1月に霧島聡っていうね、交番にいつも貼ってあってね、眼鏡かけたあの男がもう末期がんだって言ってカミングアウトしてですね、でまあその辺なんでそんなことがあったんだみたいな話をね、ちょっと解説で、まあ、書かせていただいたりもしたんで、ぜひ手に取っていただければと思うんですけれども、じゃあ加藤さんの作品全部面白いんですけど、そうそうでもこういった何でしょう、そういう公安部を実名ノンフィクションっていうのは加藤作品の中でもね、色合いがちょっと違うわけですけれども、これ、ね、めちゃくちゃ面白い、取材が難しいんですよ、だって守秘義務がありますからね、しかも公安捜査員なんて言ったらね、ほんと口固いですからね、その人がいくら引退してるって言ってもね、どうやって口説くのかっていう話で、その口説くテクニックなんかもね、ちゃんとここで披露されてますんでね、本当にいろんな角度からも楽しめると思います、はい、概要欄にね購入リンクを貼っておきますので、ぜひ、お買い求めください。よろしくお願いいたします。でここから本編に突入しますが、総裁選の話をねしてみようかなと思いますが、総裁選、自民党総裁選が9月下旬なんて言われてますけど、どうすれば、まあ、実質日本のリーダーがそこでね変わるかもしれないっていうのが、まあ、1ヶ月半後だとは思えないぐらいね、なぎと言いますかね、なぎですね、まあ、6月結構ちょろちょろと、まあ、その国会の会期末っていうのもあってね、多少うごみきもあったり、菅さんがねいろいろと発言したりもして動き出しましたけどね、今ちょっとおとなしいですよね。そうですね、あの時はもうキングメーカー、まあ、麻生菅そして菅さんがだいぶこう伸びてきましたけど、なぜここへ来て急に出てこなくなったのかというのも含めて、そうですね、様子見ですよね、あんまり突っ走ってもね、これ情勢が有利になるとは限りませんからね、突っ走るってことはその手の内をどんどん明かしていくってことになるのでね、ただまあ菅さんじゃあ誰を支持するのか押すのかっていうのはまだ一言も言ってないですよね。で、この中で今なかなか動きが
お互いがね、お互いをこう監視してる、探り合いの状態かもしれませんが、やっぱり茂木幹事長であるとか、まあ、党の要職についてもある、だから高市さん、河野太郎さん、これはまあ閣僚ですよね。なかなかこう動きにくい中で、石破茂氏。そうですね。うん、彼は、まあ一番動きやすい立場にいるでしょうし、まあ前々からね。まあ前々から。まあ浮き足立つのも早かったけど、今催してるって感じですよね。もうダメだと。いろいろ余計ななんか除けてんの OK みたいなね。OK とは言ってないけれどもね。議論から排除してはいけないみたいなこと言ってるみたいですね。夫婦別姓もね、この前、TBS かなんかの番組でね、言ってましたけれども、石破さん、まあ何が何でも、といったところでしょうが、まあ一番最初に動くとすれば石破さんなのかなと。そうですね。でね、はい、8月今月8日、はい、早速その勉強会をね、国会でやるようなんですけれども、注目されてるのはやっぱ細野豪志さんがね、講師で、招かれてるってことなんですね。細野さんといえば、まあ、もともと、共和民主党にいまして、それはまあ、希望の党行ったりだとか、ふらふらしてましたが、最終的に二階さんが、まあ、そのコネクションでね、自民党に引っ張ってあげたという。自民党に入る前に二階派に入ってた、確かね。で、そういう経緯の、を持ってる方でね。だからその、旧二階派、はい、まあ、派閥解散しましたけれども、旧二階派の、まあ、ナンバー2だった武田良太さん、元総務大臣ですね。まあ、彼が、細野さんの、まあ、後見役じゃないんだけれども、まあ、ちょっと後ろにいるっていうような状況の、状況になってるんでね、誰がどう考えたってね、この石破さんのこの勉強会、これ二階さん、の、まあ、で、武田良太さんがですね、まあ、支える構図、仕掛けてる。というふうに見るのは私は順当だと思うんですけども、ね。武田良太さんといえば、HKT って言われてますよね。萩生田、加藤、勝信、武田良太と。あれ HKT48 じゃないですか。っていうふうなね、福岡にもいましたね。ありましたね。政界の永田町の HKT。で、この HKT3 人は、これ菅さんに近いと言われてる。そうですね。これが何を意味するのかという。まあ、菅さん、まあ、その非主流派のね、はい、まあ、頭目っちゃ頭目なんでね、まあ、もし岸田さん、まあ、関係悪いですからね、まあ、なんかやるんだったら、まあ、石破さん担ぐっつったっておかしくないですよね。で、その総裁選に手を挙げそうな人の中で、菅さんがこう今吟味していると言われているのが、加藤勝信さんと、小泉進次郎と僕石破茂さんなわけですね。で、麻生さん側とすれば、河野太郎、あとまあ今の、もし岸田さんがね、再登板したいですと言ったら、まあ、されるのかどうかわかりませんが。そうですね。で、麻生さんもね、はい、まあ、まあ、菅さんがいて、まあ、すごい、まあ、倹約っていうかですね、はっきり言って仲全然良くないですよ。その麻生さんも、これまた今、なりを仕留めてるような状況で、本来であればね、もう6月の段階で河野太郎さんと、久しぶりに長々と飯食ってるんですよね。親分の麻生太郎さんとね。で、麻生さんもずっと可愛がってきた経緯があったんで、本来であればね、河野太郎くんいいじゃねえかって話でね、まあ、外務大臣もやりの、で、今デジタル担当層なんてやってますけれども、で押してもおかしくないんだけれどもですね、やっぱりいろいろ中国の影もあるですしね、これはすんなりじゃあ頑張るよとは言えない事情がある、でご自身自身も求心力がに限りが出かねないですね、河野さんが目立っちゃうとですね、というようなところもある。じゃあ片や菅さん、まあ、河野さんも睨んでるんだけれども、なんで派閥から出ないんだよと、麻生派。それはね、やっぱり菅さんの文句の河野太郎さんに対する、注文つけたい、つけたがるというか文句になるところだと思いますけどね。すぐにはこう、すんなり押せない理由、菅さんも。っていうような感じで、河野太郎さん、ブラ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 。そうですね。早く決めてくんないかなって、支持してくれないかなって、そんな感じなんじゃないですかね。ダメですよ、中国がね、後ろについてるわけですからね、危なくしょうがない。まあ、河野太郎さんはいろんな中国の影であるとか、まあ、菅さん、麻生さん、双方からね、まあ、もう一歩、河野はダメだっていうところで、ある種、今後やっぱり一番の脅威は石破茂。石破さんですね。で、私が思ったのは、その HKT の中でも、萩生田さんですよ、萩生田さん。萩生田さんね。はい、何かと、保守派から評判が悪いですけれども、これで、そう、HKT つながりで、菅さん近いです。で、菅さんが、じゃあ石破をみんなで応援しようって言ったら、まさか、安倍さんが最も警戒していた、石破さんに、乗るっていう話ですよね。乗るんですか、萩生田さんっていう。だからですね、はい、安倍さんのいわゆる周辺にいて、安倍さんをしっかりガードしてきた本当の親衛隊ですよね。怒ってますよ、萩生田さんに対して。むっちゃくちゃ怒ってますよ、
裏切り者と、まあ、裏切り者といえばあの石破さんのね看板だったんですけどね、まあ、裏切り者を支えるっていうのは完全に裏切り者です、うん、そういうことですね。しかも、まあ、石破さんはもともとね安倍さんとは別そんななかったですけど、萩生田さんはだってねずっとお世話になってきたわけですから、昔ね裏切りの街角なんていうね歌ありましたけれどもね、いやこの裏切りっていうのと嫉妬っていうのがねこの永田町を支配してるんですね、これは大変なことになりますよね、これね。いや、この石破茂以上の裏切り者になりますよ、うん、そういうことですよね、萩生田氏は。本当ですね。私、直接実は面識ないのでね、こんな勝手なこと言ってますけども、実際のところはそういうことを言ってる人がいらっしゃるんでね。いや、これ結構、ハレーションありますね、この動きはね、萩生田さんのね。まあ、加藤勝信さんもね、あれですけど、とはいえ、まあ、安倍派じゃないんでね。いや、萩生田氏、もしそんな動きになったら。だから、安倍派もね、その裏金うんぬんって言って、私、それはそれで問題だと思うんだけれども、問題っていうのは、まあ、その、騒ぎすぎとか言ってるわけじゃないんだけれども、誰一人としてね、じゃあ俺が責任取るよってやんなかったじゃないですか。なんか集団指導体制でね、無責任体制だったわけですよね。で、それからまたその安倍派が、まあ、求心力じゃなくて遠心力が働いてしまってる中でね、萩生田さん、安倍さんにあんだけ可愛がってもらっててですよ。なんで産んでもなきゃ死んでもなくて、挙句の果てに HKT 行くかよっていうのは、私の意見じゃなくて、その、安倍親衛隊の人たちの味方なんですよね。だからもうそれだけまあ世の中変わってきてるのかなっていうようなところもあるんですけれどもね。あまりにも変わり身が早いんじゃないんですかっていう、一時期は私も見方ですよ、はい、それこそ 2,3 年前まではね、安倍さんのやっぱ後継者としては高市さんか、もしくはね萩生田さんか、どちらかなみたいな ね、まあ、言ってた方もね、まあ、私含め多いと思うんですけれども、それがこうなってしまうとはですよ、私もねこうやって床屋で借り上げる前はね萩生田さんに似てるなんて言われてたんですけどねちょっとシンパシーは、はい、持ってませんけどね、確かに結構、ね、がっちりとしたね、ガチリ、まあ、親分って感じですけど、でも全くその、そうですね、なんだろう、マインドはね、うん、全然あまり器は大きな人じゃなかったのかな、期待していたような動きは見せてくれなかったですね、で萩生田さんはその安倍さんがご存命の時から、まあ、高市さんとはね、まあ、いろんな確執というか、うん、なんかよくはないとはね、言われてましたけれども、そうどうにかとか思ってましたが、もう今となってはね、そうですね、無理かなと。HKT なんてかがね、くくられちゃったらね、もうダメですよ、もうね、で本人そう、結構喜んでるんじゃないですか、わかりません。HKT ね。私 YKK とかありましたけど、ありましたね、政界の中で記者なんかも、ね、そういうのネーミングするのは好きなんですよね、なんとか心臓とかっつってね、あの4人の総裁からなんかっつって、あの赤木構造ですか、なんだっけ、ありましたよね、麻生谷垣、福田康夫、あと安倍晋三か、なんかってありましたよね、そんなようなこと言われて HKT なんて言われてますけどもね、まあ、実際のところは菅さんと麻生さんのあれですよ、相撲ですよ、これは、っていうような状況ではあるんですけどもね、あと最近ねちょっと面白い話があってね、その総裁選でまあ安倍さん亡くなっちゃった方なんだけれどもね、トランプまた今こう来てますよね、でまあトランプと誰がこうしてやれるのかっていう意味での総裁選なんだけど、トランプ面白くてですね、安倍さんの携帯にですよ夜中かけ電話かけてくるんですって、向こうの昼ですよ、午前1時2時に、これでね安倍さんもね結構喋って、で通訳は会社ないわけですよね、通訳なし、通訳なしで、その側近がですね、安倍さんトランプの言ってること分かんのって言ったら、まあ8割ぐらいは分かるかなと、7割8割分かるかなと、でね、リスニング力でね、トランプがねこういうこと言ったんですって、安倍さんにお前はすごいなと、もういつだ14年15年ぐらいやってんのかと、で実際ね安倍さん2006年からまあ第一次政権1年、そして2012年から2020年辞めるまで、第二次安倍政権、第四次安倍政権第二次改造内閣ですね、これ2020年の9月に辞めるまで、8年間ですから、結局1たす8で9年間やってるんですけれども、トランプさんは誤解してですね、その後ほら安倍さん第一次政権で辞めた後に福田さんがやって麻生さんがやって、で民主党政権になってるじゃないですか、この5年間がねすっ飛んでるんですよ、トランプさんだからね、2006年からね2020年まで間ね14年間ね、安倍さんがずっと日本の総理だと思ったお前はすごいと、心臓お前はすごいっつってね、で安倍さんなんて答えたんですかってその側近の人が聞いたらね、いや、めんどくさいから、まあねって適当に答えといたってね。安倍超一強ですね。その誤解が広まって、G7 のどっかの国の首相もね、なんか勘違いしてんだよね、なんつって。まあまあまあ、過小評価されるような課題評価されるで、なんか話もあったみたいでね、面白いなっていうのがありましたけどね。はい。
そんなところです。ちょっとこぼれ話なんですけどね。まあ何はともあれ、うん、本当にトランプ大統領はね、復活っていう可能性が高まっている以上、それに越してね、対峙できる日本のリーダーじゃないといけませんので、ね、そのあたり。ちなみにね、一言付け加えると、その大統領選、この、まあ、どの候補が出てきても、結局のこのね、あの共和党と民主党ということでね、51対49にはなってくるんですけれども、まあ、最終的には5つか6つって言われてるスイングステート、まあ、激戦州って言われてるんですけどね、そこでどうなるかっていうのはありますけれども、今の世論調査の支持率が、カマラ・ハリスが上回ったとか、なんだとかっていうのはね、全く意味がないのでね、そこは気に留めなくていいと思いますね。前回、そのトランプ氏がヒラリー・クリントンに、ね、勝った時も、あれ、直前の世論調査でも、あれ、情勢調査で10ポイント近くね、離されたまま、実際投開票あって、そしたら蓋を開けてみればあったんで。そうですね。当てにならないですね。うん、バイデンが、クリントンもだけど、バイデン・トランプの時もね、バイデンがね、スイングステートで、6つか7つ、これ私ずっとポリティコを職場で見てたんですけれども、全部トランプだったのに、もうずっとトランプが有利だったのに、その15分か20分後にバイデン勝利って出てね、なんだか急だなと、いくら期日前投票の蓋が、箱が開いたとかね、郵便箱が開いたっつったって、なんかタイミング測ったようだなっていうのは私ね、ずっと今でも疑問なんですけどね、ということを考えると、あれだけトランプがバイデンに勝つって言われていて、現職がですよ、負けたことを考えるとちょっとカマラ・ハリスも分かんないですねこれね、という懸念は私はあります。いやもちろんトランプ応援してるんですけどね、といったところでね、まあ、何はともあれですよ、まあアメリカがどうであろうと日本がねしっかりしていれば、いやそうなんですよ、そこなんですね、はい、はい、ぜひね特に萩生田さんにおかれましてはね賢明な判断をもう間に合うかどうか分かりませんが、もしも石破、押すとかなったらもういや頑張っちゃがっかりですね、いられませんよね、このデイリービルとしても、そのあたりね別に脅すわけじゃないですけれども懸命な判断をね、期待いたします。